おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ368ですね。はい、今回ご紹介するのはですね、前回最後の方に、SH フィギュアーツとか言ったんですけど、ちょっと関係なく、過去にご紹介したこちら、ロボット魂の、こちらマスターガンダムですね。はい、こちらといえばあれでしょっていうものが届きましたので、そちらの方をご紹介していきたいと思います。で、こちらちょっと避けまして、こちらにというのがこれです。まずドーンと、こちら輸送箱ですね。はい、ロボット魂、魂ウェブ商店のここに書いてあります。風雲再起ってやつですね。はい、で裏ですね、裏の方に一応こちらロボット魂の風雲再起漢字で書いてあります。ということで、今回こちらの方をご紹介していきます。で、まだ届いたばっかりなので開けておりませんので、開けていきたいと思います。まず箱をレッツオープン。はい、先ほどの、輸送箱から出したのがこの状態となってます。はい、一応魂ウェブ商店のある意味安定ですね。白黒こんな感じです。で、側面、裏で、一応こちら裏ちょっと見づらいですけど、こちらマスターガンダムが乗ってます。で、こちらに、ロボット魂のゴッドガンダムですね。はい、が乗ることができます。で、ゴッドガンダムの方は持ってないので、一応こちら側のみの紹介になる感じですね。で、箱反対側、あとトップとリアですね。風雲再起って書いてますね。はい、これトップでも良かったんじゃないかな。ではさ、こちらの方も開けていきたいと思います。レッツオープン。はい、箱から出したのがこの形となります。で、一応こちら2段式ですね。この裏の方にこれがベースですね。で、あとこれ手綱ですね。そしてあと本体の方で、ここに手首が、2種類あります。で、片方がマスターガンダム、もう片方がゴッドガンダムの、先ほど見せたあのピンク色の手綱ですね、それ用の手首です。で、さらにここにある白いやつ、これがですね、ゴッドガンダムのリアアーマーですね。今マスターガンダムというこの腰の後ろの部分ですねが、長いので、またがせた時に、こちらに干渉しちゃうので、それを回避させるためのパーツです。はい、なので今回は使いません。あと風雲再起の、ポージング用の足ですねがついております。で、あとこれが角ですね、こちらにつけるやつ。はい、ではこちらも、開けて、全部並べていきたいと思います。はい、箱から出したのがこの形となります。一応こちら本体ですね。で、角、足ですね。で、一応こちらが一応今ついてるんですけど、右前足ですねも同じようにこう、こっちは曲がってるんですけど、そういう風にするやつです。で、こちらの曲がってるやつ用の、交換用のこちらが左の前足ですね。で、これが手綱、ベース。で、今回関係ない、ゴッドガンダム用のパーツですね。そちらの方はちょっとパッケージから出さなかったので、今回マスターガンダム用の、セットのみとさせていただきます。はい、ではですね、一応付属品とりあえず避けます。はい、こんな感じ、ここだけ避けますね。で、こちらの角を、はい、ここのところに穴が開いているので、形状を合うようにつけます。はい、つけました。一応この状態でこう回しますね。はい、こんな感じです。で、こちら比較的と言いますか、ものすごく軽いです。中身多分ほとんど入ってないですね。中空なんですね、これなので非常に軽いです。で、今この状態正面から見るとこちら曲がってますね。今ちょっと足変えちゃいます。これをスポッと抜いて、このまっすぐなやつを刺すと、このか、あの交換もそんなに今抜きにくかったわけでもなく、簡単にスッと抜けましたね。はい、一応四つ足で立たせたのがこんな感じです。で、あと頭部が、まあ首ですね、これ動かないのかな。はい、今ちょっと確認したところですね、首は全く動かないですね。左右に振ることも、上下で上げることもですね、上に向かせることもできないです。首自体も造形はここまでワンパーツ式になってるんで、こう首だけ前にすることもできないですね。はい、で、足は一応こちら根元の部分がボールジョイントになっているので、こう動かすことはできます。はい、で、あと後ろも同じく付け根の部分はボールジョイントで、足自体もここですね、膝っていうか
ここの関節では動かないですね。蹄系も全然動かないです。尻尾、あ、これも動かない。尻尾なのか、これも全然動かないです。なので動くのは本当にここの足の付け根のここのみとなります。はい。で、こちら風雲再起ですね。ポージングさせたりするときにはこちらの穴ですね、こちらの穴にこのベースをこう取り付けて、まあやってあげますよという感じです。で、こちらマスターガンダム乗せるときとかゴッドガンダム乗せるときはどうするのっていうと、背中のここですね、ここにあるカバーパーツを、取りまして、はい、カバーパーツこのように取りました。で、一応こちらですね、はまっているときに爪か何かで引っ掛けて、まあ引っこ抜いてあげる感じですね。で、こちらにあるピンをこのように起こしてあげると。はい。で、この起き上がったこのピンに、マスターガンダムの股関節ですね、の、股のところにある、フィギュアとか立たせるとき用の、魂ステージ接続用の穴ですね。そちらにこちらを差し込んで、こう、このように、こんな感じですね、イメージをした。このような感じでまたがせてあげるという感じです。ではですね、早速そちらをやっていくんですが、まず前準備としまして、今こちらマスターガンダムのオプションパーツセットの腕組み用にしてますので、そちらを交換しなきゃいけないですね。で、さらにこちらが通常の手首ですね。こちらの手首、これ今普通のグーですね、パンチ、これを外しまして、手綱も持ってる用の専用の手首を取り付けます。はい。じゃあこんな感じの処理を行っていきます。はい、一応両手交換終了しました。で、今交換終わりましたので、これからまたがせていくんですが、まずこちらの背中ですねに立ててるピンを、先ほども言った通り、こちらマスターガンダムのここですね、股関節のここにあるこれです、この穴に差し込みます。はい、とりあえず乗せたのがこんな感じです。で、この後ろですね、このリア部分、ここの部分がゴッドガンダムだと干渉しちゃうので、別な専用パーツを使って後ろの方にこう逃がしてあげるという感じになります。で、マスターガンダムはそんなことはないので、普通にこのようにまた探せてあげることができます。はい、ちょこんな感じです。そしてこのピンクの手綱ですね、これをここに取り付けて、あと手で持たせてあげるという感じです。はい。で、持たせるときにはここの口のところに、口付近のところですね、ありますので、そちらに、刺すんですけど、まず手首の方に手綱パーツですね、これを、まあ、持たせてあげますと。はい、一応両手で持たせたのがこんな感じです。非常にざっくりですね。そして口部分に差し込んであげると。はい、持たせたのがこういう形になります。で、一応こちら口側ですね、こっちの口、これの、受け軸とこのピンクの手綱の、あれですね、差し込み口の形状が決まってますので、一応それをあの形合うように、まあ、はめてあげるという感じです。で、通常、まあ、こんな感じで、まあ、乗せてあげるとこんな感じですね。はい。やっぱりイメージとして、やっぱりマスターガンダムといったらこの風雲再起とのセットですね。で、オープニングとかそういうのイメージだと、もうちょっと風雲再起ちっちゃいんですけど、こちら結構大型化されてますね。多分これが、まあ、ある意味正規なバランスなのかなと思います。はい。ではですね、一応パッケージのイラストかなみたいな感じで、ちょっとポーズを変えて最後、お届けしたいかなと思います。はい、ポージング取ったのはこんな形です。やはりですね、あの足がこう曲がらないとか、交換用の専用パーツ使ったりとか、この専用のジョイントですねを使用しているだけあって、やっぱりバシッとやっぱり決まりますね。で、一応こちらダークセンスフィンガーにしてますけど、あと股関節の部分でのあのピンの接続ですねを行ってますんで、簡単に崩れて落ちてくるようなこともなく、あと粉砕機自体がそんなに重たくないので、非常に扱いはやりやすかったです。はい。ただちょっと残念に思うのはやっぱり首の部分ですね、が動かなかったり、通常時ですね、用の足部分がやっぱり関節が動かないというのがちょっと若干残念ではありましたけど、やはりこのセットが
出来上がるのは非常に、物は良かったと思います。はい、あとはどっかのタイミングでゴッドガンダムを入手してこちらにまたがせてあげるとか、あとはですねデビルガンダム四天王としてヘブンズソードとかグランドとか、あとボルターが出ることはないと思いますけど出してもらえれば、さらに合体させてグランドマスターガンダムとかそういうのもできますんで、できれば出てほしいかななんていうふうに思ったりしております。はい、一応こんな感じでですねロボット魂の、魂ウェブ商店限定の、封印祭ですねをご紹介終了したいと思います。はい、一応次回ですね、次回こそ、フィギュアーツですね、そちらをちょっとご紹介したいなと思っております。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。